から万歳、歌手のチェンです。皆様こんにちは、大人のためのインターネットテレビハイカラ万歳の時間がやってまいりました。2011年2回目のハイカラ万歳でございます。ナビゲーターのハイカラ編集長青野秀俊です。今回もですね、先週に引き続きまして、大変素敵な綺麗な、歌手チェンさんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう先週盛り上がりましたよ ね。結構笑いでね。なんで綺麗なって言いながら笑ってるんですか。隣でなんか微笑んでる笑みがね、この辺からこう見えたもんで、それで笑ってしまいました。いや本当ですよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。先週は雪はバラードのように、はい、そして岩原さんとのコンサート、はい、そんな話で大変盛り上がりましたけれど、はい、まずはじめに今韓流っていうのはもう相変わらず人気ありますね。そうですね、ね、本当に嬉しいことで、もう幸せです ね。音楽しかり、映画、ドラマ。でも今まではですね、はい、音楽っていうよりはドラマっていうのがあったじゃないんですか。そうですね。なんだけど去年はなんか音楽っていうのがものすごく活動活躍をして、ね、しましたね。だからもうそれはものすごく今までもそうやってほしいな、欲しいなって思ったことだったのが、うんうん、もうやっと皆さんがね、音楽で、まあ去年いろんな若い歌手の方もみんな来て、ね、本当に活躍してくださったから、もういいなと思ってるんですよ。そう考えると今だからこう韓国のアーティストさん日本でデビューしてますけど、はいはい、ジェニーさんとかって走りですよね。そう思ってくださるんですか、ね、だって今から十数年前にもう日本でデビューしてレコード大賞取ってるんですよ、新人賞。あ、嬉しいです。すごいですよね、うん、ありがとうございます。でもやっぱり向こうの若いアーティストなんかもやっぱりチェミさんのことは当然目標にしてっていう人たち多いでしょ。そうかな。いやいや、だってレコード大賞新人賞ですよ、取れないですよこれ。そうです ね。もう一生一回しか取れないものですからね。本当ですよね、うん、日本でもね、1月10日が成人式でございましたんで、はい、大人になられた方が、まあ、今年もたくさんいるわけですが、なんで韓流の話をしたかというと、韓流のインターネットの人気のあるサイトが、はい、ワウコリアというのがありましてですね、そうですね、これちょうど2010年の1月ですから1年前ぐらいに、はい、チェンさんの取材で特集でこれ何ページも載ってるんです ね。ありがとうございます。これ残ってますんで、ね、文章がぜひもう一度検索して読んでいただけると、嬉しいということで、この時のお話が日本は親しみを感じる国ですっていうのがタイトルで、うん、ところが今やもう永住権を取得されちゃった。嬉しい、ね、この雪はバラードのようにの前がガラスの東京タワーっていう曲だったんですね。はい、そうなんですよ、ね、このガラスの東京タワーは、はい、実はデビュー曲の東京トワイライトと、はい、主人公が一緒なんですよ。じゃあ月日が経った、うん、10年経った後の、うん、チェウニなんですよ。ああそうなんですか。で10年の間いろんな恋もしましたけれども、やはりあなたのことを忘れられなくて東京タワーを眺めながら語りかけているっていうテーマなんですよ。だから私は、まあ、実はこれは杉本雅人先生の曲ではないんですけれども、私には東京三部作っていうのがあるんですね。そうかそうかそうか。まずデビュー曲、東京トワイライト、そして東京に雪が降る星空の東京っていうのが杉本雅人先生が書いてくださった作品の中で東京三部作っていうんですよ。それで東京にまた戻って、ガラスの東京タワーだったんですけれども、今回雪はバラードのようにはもう本当に東京トワイライトのゴールデンコンビ、うん、杉本雅人先生と夏目裕子先生がやはりこうチェユニはっていうことで書いてくださったんですよ。嬉しいですね、嬉しいな、本当ですね、うん、ぜひぜひ全曲のガラスの東京タワーの方もですね、うん、ぜひ聴いていただければと思いますが、東京タワーっていうのはですね、はいはい、僕と同い年なんです。昭和33年に1958年に立ちまして。そうなんですよ。ね、今度春にはスカイツリーが、そうです ね、もっと高いのが、スカイツリーはね403
詳しいですね。いや違う、634メートルか。ああそうなんですか。なんですよ。ああさすが。もう時期、ね、もうそろそろね完成するなんですけれども、でも私はやっぱり東京タワーが、ね、まあ多分そういうあの方も多いと思うんです。あのね注目はスカイツリー行っちゃうけど、でも東京タワーも好きだよって方がね、多分すごい多いと思います。そうですね。ぜひ聞いていただければと思うわけですが、さてあの千恵美さんってあのスポーツ趣味なんですか？なんで？いやいやいや、どんなスポーツやられるのかなと思って。あのね、私のプロフィールにスポーツ全般って書いてあるでしょ。書いてあります。それ嘘。これ何を適当に書いたんですか、誰か。マネージャーさんですかね。マネージャー誰ですか、そんな会社でそう書いてるの。書いたんです。それ嘘、嘘。じゃあ本当は何なんですか、趣味は。いや少しずつスポーツはちょっとずつ。例えばゴルフとかできますか。ゴルフもやってるんです。スキーは。スキーはうまいな。あ、うまい、うん、あそうだ。結構じゃ運動神経いいんですよ。で水上スキーもやった。 あれもできます。ビリヤードは普通の一般の男の人よりはうまいかもしれない。本当に。あれはどうなんですか、うん、こう泳ぎは。泳ぎはね、なんかわからないけどまっすぐ行ったつもりなんだけどなんで横に行くのかな。それはどっちかの、ね、筋肉が弱いですね。そうなんですよ。どっちか力が入るっていう、どっちかがね、なんか斜めに行っちゃうんですよ。あそうですか。で自転車は乗れるんだけどまっすぐは行くけどカーブができないの。あ怖いですね。乗んない方がいいですよ。でしょ。危ないです。だからスポーツ全般っていうのは嘘なの。あそうかそうか、うん、でもスポーツ好きなんですね。好きなんですよ。体を動かすのが好きで、なんか少しずつはもう。でもビリヤードが下手な男性より上手っていうのは驚きですね。ね、うん、あのこう4つの紅白の玉の音、あとポケットってこう何個もあるの。私はポケットの方ですね。得意ですか。うん、ナインボールとか、あとはエイトボールとか、そっちが得意ですね。4つは難しいです。難しいですね、うん、それは難しい。最近たまにやることもあるんですか。ありますよ今でも。うん、それすごいと思いません？一人で行くんですよ。寂しいですね。帽子かぶって。本当に。うん、そうですか。でみんな見てんの。見てますよ。怖いんじゃない？私を見て。でももしかしたらプロかなみたいに思いますよね。うん、でもプロじゃないから。一人でね来たりすると。私本当にハマって、マイキューも買おうかなと思いましたよ。そこまでですか。うん、でスキーの時にも、うん、私一人でカナダまで行ってきましたよ。うわすごい。本場へ。本場へ。すごいですね。うん、でやっぱ雪質違います？違いますね。でジャンプターンをやらないと回らないんですよ。そんな上手いですか。上手くない今は。もうそうだね、もう十何年ももう滑ってないですから。最近はやってないから、もうそのもうハマった時にはもうないと、毎日自分が運転して毎日行きましたもん。そんなに。昼間仕事しなきゃいけないから。だからナイターになっちゃう。ナイターに行って。でそうですか、うん、あでもね意外とチェギさんやっぱりスポーツ好きなんですね。うん好きなんですね。まあまだあの冬もう少し残ってますんでね、うん、でも日本ではやらない。やらないですか、うん、やりたいんだけど万が一怪我したらね。怪我したら皆さんに、ね、ライブできなくなっちゃいますもんね。迷惑かけるっていうことになるから、ね、まあ自分の一人の体じゃないから。今はできないなと思います。危ないことできないですね、まあ、そんなプロ意識の高い、チェギさんでございます、一旦 CM を入れさせていただきまして、はい、CM 明けにですね、今年の抱負をちょっと伺ってまいりたいと思います、うん、一旦お知らせです、はい。